柔らか戦車は、ラレコ制作のアドビフラッシュによるアニメ作品。また、同作に登場するキャラクターの名前である。ライブドアと協力して、プロモーション戦略立案や、犯権管理を行うファンワークスがライブドアネットアニメでの連載として企画した。戦車であるにもかかわらず、体が柔らかく臆病な謎の兵器、柔らか戦車とその仲間たちが巻き起こすシュールな出来事を、 描いたコメディアニメである。略称はやわせん企画当初は可愛い動物物もののアニメでとの打診だったが作者はそれに反して以前に描きかけて放置していた柔らか戦車を提出。結局これが採用された。徹底した広告戦略により徐々に有名になった。ガソリンスタンドにあった柔らか戦車という看板を見て、 柔らか戦車があったら面白いだろうなとひらめいたらしい。2006年、ファンワークスは柔らか戦車の商品化を企画。50社以上の申し出があった中から10社余りの企業と柔らか戦車連合軍を結成し、玩具、雑貨、映像、書籍など多岐にわたるジャンルで商品を企画、発売している。同一ジャンルの商品を複数の会社にライセンス供与していること。 またネット発のキャラクターとしては、作者一人による制作で、判権処理が容易であることなどから新しい形のキャラクタービジネスの試金石と見られ、毎日放送のボイス、テレビ東京系のワールドビジネスサテライトでも取り上げられた。また、商品化企画と前後して、メディアにも露出するようになり、王様のブランチや、くるくると噛む新しい波を探してにも登場した。また、 テーマ曲がナムコの音楽ゲーム太鼓の達人シリーズに収録されており、この作品で柔らか戦車を知った人も多い。一部のキャラの声を除く、脚本、作画、音楽、声の出演はすべてラレコ一人で制作している。2011年11月までに53話まで公開された。また、2007年9月21日にファンワークスによって YouTube 日本語版上に 柔らか戦車チャンネルが開設された。尖閣諸島事件をバックストーリーとした時事ネタを扱ったエピソードも制作された。2011年11月末をもって、クワガタつまみと共に更新を終了。公式サイトは閉鎖された。いずれも2006年。柔らか戦車以外の登場人物の括弧内の話数は初登場時のもの。いずれも一切戦闘の役には立たない。 上級兵装以外のもので以下のバージョンが確認されている。登場した兵器のうち登場人物の項目に入っていないものをここに挙げる。ネットアニで公開されているものと DVD 版にはストーリーの違いはないのだが各チャプターの最後にネットアニでは公開されていない映像が数秒間出ている。YouTube の柔らか戦車チャンネルという企画において以下のアーティストとコラボレーションを行っている。 2007年10月4日、鉄腕アトムとのコラボレーション作品、柔らかアトムが発表された。手塚プロダクションの公認を得ている。現在7話まで公開。なお、残るキャラクターはすべて、お茶の水博士となっている。2008年3月末をもって、ライブドアを退職した元ネットアニメプロデューサー辻、勝明氏を忍び、柔らか戦車の作者ラレコ氏が制作した。 プライベート仕様の柔らか戦車。内輪で行われた送別会用に制作されたものだが YouTube で特別公開された。YouTube に柔らか戦車チャンネル解説。Nintendo DS のゲームではタッチペンなど公式ポータルサイト上ではベイビーとなっているがベーベと呼ばれることが多い。他にも黄色、ピンクのフードを被っているベイビーもいる。柔らか、戦線異常なし。 今日はあったかかったのです。リバドールブログ登場当初は、作者が読み方を知らなかったため、90式と呼ばれていた。33話で、千葉のモンジャー、と発言しており、36話に登場する日中高歌で、レペゼンガシワノワードが登場する。本編中ではそう述べられているが、ロゴマークは、柔らか戦車のシルエットとなっている。歌物は、この回が最後。この回では、 慣れこと、奥さんがひたすらうがいで喋る練習をしたらしい。51から53話は、当初、議員を辞職して、暇を持て余した菅元総理がその類までなる、戦闘センスを認められて、空挺団に入団し、以後、兄者たちと行動を共にするというストーリーを、制作するはずだったが、52話を作るあたりで、柔らか戦車の更新終了を打診されたことを受け、 90式先輩も参戦しての代替客の話に変更したとブログ内で語っている。ありがとうございます。